この笛の音は合図の呼びか。不審な老人を発見いたしました。皆の者は一歩後ろへ下がれ。はっ！それがし元赤穂藩の家老大石蔵之助と申す者。亡き主君のお恨みを晴らすため邸内に打ち入った次第にござりまする。失礼ながらその身なりから察するにそなたが吉良上野介殿で相違ありませぬか。知らぬ。それでは貴公は吉良上野介殿ではないと。ならば王のその額にある傷は何と申すおつもりで。その傷は我が亡き主君である浅野匠の神が殿中松の廊下で刃傷の際に切りつけた傷ではござらぬか。なるほど、ここまで申してもお認めにはなりませぬようだ。それでは致し方ない。その額の傷の他に背中にも亡き主君がつけた刀傷があるはず。もしその傷があった場合貴公がお認めになろうがなる前に吉良上野介殿と断定するがよろしいな。力はっ。ごめん。こいつが亡き殿の仇討ち相手。
君、私に用って何？
実験台が欲しいんだよね。勝てる見込みがあるかもよ。いい加減、道場に戻ってきたら？あれから3年以上も経ってるじゃない。才能なら私よりあんたの方が上だって父さんも期待してたのよ。さっきの不意打ちだって、道場でも交わせる男子なんてほとんどいないんだからね。あんたの気持ちもわからなくはないけど、電話だ。とにかく本気で考えておきなさいよね。もしもし？あ、真冬？明日一限目のレポートなんだけどさ。ん？お正月？うわぁ、いとこが遊びに来るんだよね。振られた？振られたって袴田にか。情報だ。リアルタイムな情報はお高いですから。まあ、そりゃな。そうだね。相手は理事長の息子の柳沢じゃな。知らなかったの？あいつ金と理事長の息子っていう力で女を食いまくってるらしいぜ。相当の女好きって話らしいしね。去年も学年ナンバーワンと呼ばれた女に告白して惨敗しなかったか？え、今年はランクを落としたにもかかわらず見事に屍になった。
身の丈に合った相手に告白しろ。まあすぐ派のその心意気というか無謀さは買ってやるけどな。そうそう、そのへこたれない自虐精神は見習うものがあるよね。